こんばんは。おバンドの名前は何ですか？バンドの名前はアイスバックスバンドです。よろしくお願いします。あ、彼はドラムス、ケリーです。ケリーです。ドラムス。今日のライブショーはどこにやりますか？今日のライブショーはBSP がのライブバーとレストランです。はい。誰と演奏しますか？今日のスペシャルゲストは、キョスケのボビーです。あと、ヨジのハウンドです。じゃあ、頑張ってします。はい、頑張って。じゃあ、頑張ってくださいね。はい、どうもありがとう。どうもありがとう。
たくさんの方をお越しいただきまして本当にありがとうございます。ですね、まあ、今日ボーイとそれからハンドロック、まあ、それからあのこちらアイスボックスというバンドの一応3組というのをやらせていただきますが、あの、まあ、多分今日来ていただいている中でもボーイが大好きな方、ハンドロック大好きな方もいればあんまりよくわからないとか、多分そういう方も見えるんじゃないかなと思います。でもあのなんて言うんでしょう、ボーイもハンドロックもすごいいい曲ばっかりで、あの一生懸命頑張りますので、あの目いっぱい楽しんで行っていただければいいなと思ってます。でぜひ一生懸命あのやりますんで盛り上がって、あのこう右手突き上げてですねやっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ続けていくぐらいベビーアッ
廊下さんぽよ。
今までちょっと何曲かさせていただいたんですけど、どうでしょう、知ってる曲ばっかりですか、それともあんまり分かんないでしょうか。多分この次の曲は、知らない人いないんじゃないかなっていうのが有名な曲なんで、目いっぱい乗って騒いでほしいなと思います。じゃあ行くぜ、オンリュー。
はよう。あ、すみません。今日こういうイベントをですね、やることになったんですが、少しでも皆さんのいい記憶に残ってほしいなって思ってます。ゆきちゃん、ゆきちゃん、歌うよ。アキ、アキ、歌うぞ。じゃあ皆さんにいい記憶を、メモリThank you.
じゃあ、僕の番最後です。目いっぱいいきたいと思います。僕今回こういうライブのイベントをですねさせていただくことになりましたが、昔からこういうことをすごいしたかったです。で、思って中学校ぐらいの頃からですけど、ボーイに憧れてずっと生きてきて、こういうチャンスに巡られました。皆さんもやりたいこととか好きなこといっぱいあると思います。その中で思いっきり自分の好きなことやってくれたらいいんじゃないかなと思います。それじゃあ最後いくぜ、木村翔。